コロナ禍で失った広島市中心部の活気を取り戻そうと、大手ビールメーカー4社が集まった期間限定のビアホールが登場しました。乾杯！広島市中区の神谷町車両中央広場にお目見えしたのは、立ち飲みスタイルのビアホール。コロナ禍で減った人流を回復させようと、車両側の呼びかけに大手ビールメーカー4社や広島の飲食業者が協力し実現しました。各社2種類ずつのビールや料理がすべて500円で提供されています。集まってこうやって飲めるのがすごい楽しいなと、8種類制覇して帰りたいなと思います。まだ人流が戻ってきてないというような体感の中で、一番疲弊している飲食業界の人と一緒に街中を盛り上げたいと。ビアホールは今月20日までで、主催者は今後夏の風物詩として育てていきたいとしています。